迷いにください。去年も真ん中でしたけども、今年も大橋英斗コーチは真ん中でした。1番大橋英斗コーチが、1番を引かれました。じゃあすみません、池田理事長、この2枚をすみません右手と左手に持っていただいて、はい、どちらでも、はい、左手ですね。はい、はい、わかりました。はい、すみません、はい、はい、じゃあ、はい、あの相模原ナイツさんのやつをおっしゃってください。抽選の結果、相模原ナイツさんは3番を引かれましたので、12月4日第2試合、メイン側で、相模原ナイツさん対富士通さんの試合という形になります。から、残りました、鹿島さんのやつは池野理事が今確認をしていただきまして、2番という形でしたので、オービックシーガルズ対鹿島ミラーズの試合、オービックがメインスタンドで第1試合で行います。以上はファイナルステージの組み合わせ抽選を終了させていただきます。まずはですね、まあ、セミファイナルに残れて非常に良かったなと改めて実感があるというかホッとしてますね。そして相手がですね、鹿島ディアーズということで、まさしく去年のですね、再建かというようなことですが、去年のチームと今年のチームはまた全然違いますので、今日のね、朝日飲料で苦労したところ、これはもう一回直してですね、それから富士通が見せてくれたパナソニックのあの魂ですね、特に後半のああいうランプレーがガンガン出るあの勢い、あれを我々もらって帰ってですね、ぜひ富士通と決勝でやれるように、頑張りたいと思います。皆さん横浜ということで、まあ、第1試合11時ということで、非常に天気がですね良ければ、ポカポカした小春日和の中のいいフットボール日和になると思いますので、ぜひ皆さん駆けつけていただいて勝って中華街行きましょう。いやもう本当に気が引き締まる思いです。ただ抽選で1番っていう番号引いたんで気分はいいです。はい、これからどんな準備をしていく感じですか。でもディテールにこだわって細かいことちゃんとできるようにして、鹿島さんときっちりやり合えるようにして、2週間後戦いたいと思います。はい、ファンの方に一言お願いします。メッセージはまた今度は横浜ということになりますけども、ぜひ、参戦していただいて、もう我々のチームもあと泣いてもらっても最大3試合ではありませんので、その1試合をぜひご一緒していただければと思ってます。はい、試合直後でアドレナリンが出ております。はい、鹿島戦に全力を尽くします。以上。